思わせが嫌いだから、あの向こうから告っていただいてって感じ。わかる？あ、なるほど。思わせぶりって何？だからもしあったら、君のことを好きですよ感出して好きじゃないかって。そうマジでそれ、本当にそれ、ね、それでだよ、それで会いたいとか言うの。いや、だるいやだ、やだ、本当に。え、わかるわかる。だるですよね。うん、だるこいつ。こいつだる。だるとか言わないでよ。本当だ、これ俺も会話に入りたかったん。ちょ、話そう。思わせぶりの定義について一緒に話そう。男じゃん。あ、思わせぶりの定義。よくないです。あ、待って、待ってさ、この声、え、あいつはさ、え、あれじゃない、あの人、誰だっけ。あ、ほだかさん。うん、え、あいちゃん前出てたよね、動画。ちょっと待って、やめて、あいちゃん元カレやめて、本当に天才やるな。え、なに、元カレが出てたの。え、あの、出てたよ、うん、え、ちょっとその話詳しく聞かせてよ。え、ちょっと待って、ハメダメやめやめやめ、せっかく恋愛話やからさ、聞かせてよ。彼氏がさ、元カレやでさ、他の女の子とイチャイチャしてたよ。ハメダメ、小坂さんが嘘ついてるっていうの動画。ちょっと待って、間違えてた。え、その時の M ちゃん？ちょっと待って、え、俺はリア充爆発させた子？それだ。え、ガチで？それだ。え、こんなとこで会うの？それなんで2回目会うの？やめて、ちょっとさ、なんで言うんだよ。まあ、簡単に言うとですね、以前僕がリア充を爆発させてみたっていう動画を撮ったんですけども、あれ確か、歳三みたいな名前だよね。その爆破させられた女の子がこの愛ちゃんっていう子ですね。でもなんで2回会うのねえ、もうほぼ運命やん、だる。え、で今は愛ちゃんとハムム君がちょっと仲いいみたいな感じ。あ、男の子って思われてる。いや、ハムムちゃんなんだ。あ、ハムムちゃんなんだけど、ちょっと病気のせいで声が低くなっております。で今その愛ちゃんは仲いい男の子がいるの？いないよ。あ、仲いい男の子がいる。 あの今この一ノ瀬といういいこと、いい感じなんすよ、ちょっと。へえー、でも一ノ瀬くん、この愛ちゃんっていう子さ、いろんな男の子とすぐ話すよ。おいおいガチガチガチ。ちなみにさ、あのリア充爆破させてみたっていう動画あったじゃん。あれ黒歴史すぎて無理だ。あの後どうなったの？曲した。なんかもともとその子、なんかちょっと嫉妬するようなことだったら、もういいとか言って、知らない女の子とことかに行ってたんですよ、もともと。嫉妬がすごくすごいみたいな感じの、まあ、すぐもういい、僕この子とイチャイチャするからみたいな感じなんですよ、もともとね。もともとそれで、なんかいつの間にか知らない女ができてたっていう。はあ、災難やったな。あ、じゃあさ、せっかくだからさ、はい、次、まあ俺、はい、リア充爆発させるのって、まあ俺が悪いんやん。いや、100%それくらいでなんかいじけるのもちょっと違うかなみたいな。まあでも俺が悪いやん、まあ、結果的にリア充爆破させるやん。だからさ、ね、次、はい、M ちゃんの彼氏探してみた企画やる。逆にリア充を爆破させずに、リア充にさせる企画やる。ありです。恋のキューピッド企画やる。ありです、ありです。あ、まともな男の子がいいです。本気でやろう。じゃあ次の動画では M ちゃんの彼氏一緒に探しに行こうと思います。今日の企画はですね、M ちゃんの恋のキューピッド企画。イエーイ。年齢はいくつですか？21ぐらいですね。に、21? ちょっと待って、ごめんごめん、M くん、そりゃ嘘や。そりゃ嘘でばんがな。別にいいよな、ね、小学生でも中学生。あー、M くん。